そうですね。ホタテのマリネでオレンジ風味の人参のサラダ添えになります。こちら今入れていきまして、今揚げたての牛肉 100% のメンチカツ上にサマートルを添えております。で上に行きまして、今お焼きしたヤングコーン白醤油でお焼きしてますので、このままお召し上がりください。でつわのですね入ってるのがきゅうりのサワークリーム和え、あとですね赤富士マス、山梨県産のブランドマスのマリネですね。赤いのがビーツの酢漬け、上にキャビアのせておりますので、一緒に召し上がりください。こんなにこの房は召し上がれないので、こうね次は結構香ばしさがあるんで、このまま召し上がっていただければ、ちょっと熱いですけど、ほらめっちゃ熱そうです。ちょっと甘みもありますから。はい。噛んでると味があります。豚サラレーはスープでございます。14日間発酵熟成したマッシュルームのスープです。マッシュルーム塩 4% 入れて2週間、ちょっとワインセラーで発酵熟成させて、ちなみに生クリームとバターと牛乳で、こっちの子だけから割り取ってスープを作ってます。他の野菜一切使ってないという。です。上はスライスして並べたフレッシュなマッシュルームです。マッシュルーム召し上がってスープ召し上がってくださって、真ん中に温泉卵を入れてください。これ崩すと酸味が和らいで味変になります。酸味。熱いんじゃないですか、この鉄板。ここはね、火ついていない。大丈夫ですか。ちょっとこっちは余熱が熱いです。ああ、ちょっと心配になっちゃった。そうですね、熱くない方に逃げてますね。そうですね、こっちの方が熱いです。そうですね。おお、元気。まだ出てます。あれは、身が透明なのがね、新鮮ですね。あっという間でしたね。このシースパイラスとバージョンで火入れたりちょっとオクラっぽいちょっとぬめっとした感じがありましたので、これも楽しんでいただければと思います。パラガスです。こちらがですね、ソースがニラとあと貝のお出汁を使ったおソースですね。で下がアスパラとアスパラソバージュとシーアスパラっていう感じになりますので、ニラはね結構ボイルしてある程度臭みが抜いているんで、最後にニラの香りがくるかなっていう感じまでしかないです。知り尽くしますね、青森のこと。いいですね。匂いが。パン焼きだな。結構鉄板って盛り付けなんかが人によってやっぱ全然変わっちゃうんです。もうずっと鉄板焼きなんですか。いや、僕はね、鉄板としては16年とか。16年とか長いと思いますよ。まあそうですね。結構ね、ソースは本当に全部手作りです。肝のやつってちょっと。そうですね。肝のバター醤油。アワビの肝も全然苦くなくて甘いですから、そのまま一緒に身と召し上がっていただければ。手前にあったら口ですね。肉厚っすね。お味噌ちゃんと火を入れます。僕はねこの身の方はねあんまり火を入れていいと美味しくないです。結構ね焼きすぎちゃって結構パサついちゃったりするんですよ。エビの場合は結構旨味が逃げちゃうんですからね。本当に余裕するみたいにゆっくりとここまで来たら火を入れた方が。味噌はちゃんと火を入れた方が甘みが出るので別々に。丸エビだとアメリカンソース、それと一緒に召し上がる。これも自家製の手作り。赤身増すんですね。赤身増します。はい、ちゃんと火を入れていただけると。火で鮮やか。あ、香りがいい。五感を刺激するって感じ。見ちゃう。なんかこれで違うところに持ってかれちゃったらあれだけど。そうですね。ただ部屋出しの時はそういう時もあります。個室あるんですね。はい、個室あるんですけど、個室のは全部ここで焼いて持っていくので。色も味になります。色も味になるからいいな。本当に色のやり方の人が鉄板でもあんまり色つけない人もいますしね、お肉に。色あった方が美味しそうに見えますね。まあ最初ね、色つけないで焼いて、そうすると肉に蓋がかかんないんですって。それで最後にちょっと色。出すっていう人もいますし、直に鉄板に置かなくてニンニクね入れて食べる人もいますし、昔の人はあんまり肉を動かすなっていう人もいますし、結構ねまんべんに動かす人もいますし、本当に全然人それぞれですね。失礼します。ドラフトみたいなやつ。いつもより多めにしておきます。ありがとうございます。お塩がですね、イギリスのマルサンというお塩になります。若干辛みのお塩です。で、右手がパキスタン産のピンクロックソルトの岩塩ですね。こちら若干マルサンのお塩になってますので、食べ比べてもよろしいかと。大丈夫でした。美味しいです。ありがとうございます。少し待ちます。もう少し。もう大丈夫です。はい。炊いた真っ赤のご飯になります。こんな感じです。うわあららら。お塩でちょっとつけて食べて美味しい。あ、マルドの塩。いや食べたことないマルド。塩おむすび食いたいですね。こんなくれんですね。これは4号でもうこう甘結構ね簡単に炊けちゃうんですね。刺激的な匂いしますね。うわ、ニンニクの扱い。すごいですね。油がちゃんとね。油も出る。香りだけは、ニンニクの香りだけでも、バターも入れないですし。もう本当に、もうあと油も入れない。けど、こういうガリカラって珍しい気がする。そうですね。ない、感じないと思います。そうですね。あと塩と。あとはこの透明醤油。はい、これがですね、白だし醤油で。ここに崩れないように軽く回して。色白いですね。真っ白ですね。もうだから色は崩れたかも崩らないですし。このまま色をつけない感じで周り少ないと見えないですね。全然見えない。はいどうぞ。今お味噌汁とお漬物をご用意いたします。おいなんか和食みたいなおガーリックライスでは新しい合いますもん。シンプルな感じでございます。うん、これはあっさり系の他にねもっとこう油でコーティングされてる感じですね。さっぱりしてるけど香りがすごいありますね。はい、香りだけって感じですね。はい、これうまいわあれは。結構最後でも食べれちゃうっていう当たりだよね。もっとグルグルして